ひなチャンネル。今日はヘルク14話の反応会ね。ヘルクがハンナの戦士として目覚めたきっかけが分かったね。一応魔物に服を破かれたことからハンナになったみたいなんだけどさ、なんで新しい上着を買わないのかな。いつの間にかマントもあったよな。あれって勇者の翼の代わりに生えてきたんじゃなかったっけ。まだ10話ぐらい残っているから、そのうち解説会があるでしょう。とりあえず反応を見ましょうか。それではみんなの反応どうぞ。池田様の声で前回のヘルク始まった。前回のあらすじ、相変わらずナレーションが強い。人間滅ぼしたくなってきた。なかなか凄惨な過去だった。勇者へと成長した。フラグを立てていく。絶対に帰ってこいよ。腹立つノリ、絶対だからな。僕はこのアイミ好きです。前回のヘルク料理男子ヘルク、本編でこの列車に乗ることはあるのだろうか。やっぱりこの OP のピュイ可愛すぎる。弟くん、ハロウィン感あって好きなオープニング。今週も胃を痛めながら最強オープニングを噛み締めるっぴ。半月後、王国は徴兵を決行した。ヘルクも徴兵されちまった。貴重なモブが。領主の息子、君たすんだ、逃げるぞ。茶髪だった頃のエディルくん。エディル腰抜かしちゃった。エディルテスト、ピュイスヤスヤ。クソバード寝てる。ピュイ寝てる、かわいい。新世界生物とは。バミリオちゃん来たー。しかし、まだ生きている者もいる。立ち向かったんだ。無謀だ、まだツッコミは来ない。ヘルクこの頃から安心感やばいなう。一撃で意識が飛びそうになった。それで耐えられるヘルクすげーよ。耐えてるやんけ。皆が逃げるまで時間を稼ぐ。攻撃食らって生きてるだけで異常すぎる。鉄のカーテンウ、タンクトップが。その時ふと思った。思ったより耐えられると。こいつ超人すぎるだろ。ヘルクさんボコボコやん。ヘルク互角にやり合ってるよ。殴られ殴り返し、殴られ殴り返した。勝っててはロタ。コロンビア、勝ってるやんけ。うんこのゴリラ、ウイジンやべ。ヘルクはやはり何かすごい。アンちゃん、何かすごい語彙力不足。ヘルク強すよ。深刻な語り口なのにおもろい。戦いの中で力が覚醒した。クソ、俺はどうすれば。このスバタウン、服を着ろ。服はヘルクの目覚め。ヘルク一人の方がよっぽど戦力だぞ。だからしっとりクソトリウタ BGM やめて。焼き打ちだー。焼き打ち、そんな街が燃えている。街を焼くアニメは名作。持ちこたえられなかった。エディル立て戦うぞ。街を守るんだ。生存者だ。女の子かわいい。我が聖剣で相手をしてやろう。先週の予告にいたかわいい子じゃん。強い。嫌だ、反乱。反乱、確かに見慣れていたから変に思わなかったわ。きついなって思ってたの。全部倒してしまった。そこの反乱先週、一人だけ違いすぎる。ドゴーンって何。その通りだよ。おかしいと思わなかったのか。ヘルクがすでに規格外。すごい武器があるもんだな。魔物特攻特攻、敵を多く倒した。シリアスとギャグのバランスわら。あなたの方が多く敵を倒した。それはさっき聞いた伝説の。なんか兵士ヘルク、元城壁修理工。事実しか言ってないんだよな。今季半裸戦士枠2つあるのか。魔物の被害が多く。エギルみたいな見た目でエギルって名前なの。傭兵団リーダーアリシア。サービスサービス。アリシアちゃん、今魔物は異常発生している。町は放棄すべき。半裸の戦士なんでも命令してくれ。なんでもヘルクって呼んであげてよ。リンゴメーター豊作ですね。今季アニメを見ながらリンゴ置いていけう。敵襲迎え撃つぞ。素直だなう。リンゴ背負ったまま戦うな。見ろエディル、こんなに大きいぞ。収穫優先で。収穫しながら戦ってる。 BBQ。 よし、ダメだ、肉が焦げてしまう。回しといてくれ。魔物肉、回し続けないと。充実した暮らしだなわら。余裕ありすぎやろ。枕投げう。修学旅行のテンション、これじゃ全裸戦士だろ。サービスシーン、風呂の時はつれー。大浴場のある施設すごくね。余裕ありそうに見えるけど。いや、余裕あっただろ。ずっと買いそうだな。そうかな、そうかも。エクスアームスマイル判定不可能。傭兵団のみんないい人たちだよね。かわいい2回目。僕もアリシアさんを見てると笑顔になれますね。どんな体質してるの。昔から得意だった。得意で済むのか。買おう、武器なんてどうでもいいのよ。常に周りに気を使って戦っている。足、プライドはズタズタ。泣いてる。アリシアさん、弱音が。涙目のアリシアさん、感じるものがある。その力も、心も持っている。これからも一緒に戦ってね。アリシアさんフラグですよ。了解。結局その後も4年くらい戦い続けた。ヘルクが頑張ってるのに魔物は減らないく。魔王城でお休み。魔王討伐。魔王討る。他にはいない。違う、勘違いだったんだね。杉田さん言った。杉田、大杉田、友和さん。勇者クレスは魔王討伐へ旅立つ。
これで勝てなければ人間は終わり。ベラベラとうるさいわね。すまねえ、弟さんの命がかかっているというのに。クレスは勝つさ、俺は信じている。3週間で討伐した。案外早かった。エクスアームスマイル。あ、でも魔王いっぱいいるんだよね。瀕死だな。重傷を負ってる。そんな重傷で。なんでこんなことに、泣いてる。泣いてるシャルアミさん、感じるものがある。大丈夫、大丈夫だ、クレスは絶対良くなる。死んだら、兄さん、許さないからな。原因不明の毒。助けてくれた貴族の人か。お医者さん、空見違えるわ。何体験者だったのか。あの時の医者が体験者だったの。私たちの未来を守ってクレス。国を救った英雄が大変だというのに。本当に？魔物は前と変わらず現れている。魔物減ってないのかよ。しかし、アリシアの不安は的中した。的中。どうなってんだ。魔物が恐ろしい数の。動きう。ものすごい数の魔物。魔物の襲撃だ。じゃんじゃんじゃんげー、魔物。あんたら本当は逃げてきたんじゃないのか。人間のクソさが浮き彫りになる。民衆さん、言ってる場合じゃないぞ。やはりカスみたいな民と、モブの癖の強さなんなんだよ。市民は好きなこと言うな。魔物は減らず。もう何回が痛くなりそうな展開になったきた。魔物をなくすのが目的だったのに。低民とアニメ助かるぜ。勇者の仕事だろうが、人間滅ぼそう。今は王都を守ろう。やはり滅ぼすしかない、人間。嘘を言っているとは思えない。あなたまさか、ちょっと魔王を倒してくる。別に魔王を倒してしまって構わんのだろう。毎週秒で終わるんだが。今回もヘルクの過去で終わった。エンディングテーマ。回想がっつりやるのね。こうして見るとみんないますね。もう終わっちゃった、次回も楽しみ。次回も回想。ここから魔王を倒しても、人類の敵とか言われるんだよなヘルク。言うてなんで魔王を倒したはずなのにこんなことになってんだ。勇者の力。アズドラいるやん。アズドラ様だ。面識あるんだ。ついに魔王軍が出るわけか。松岡くんとは戦ってるんでしたっけ。アズドラとはすでに出会っていたってことなのね。次回予告。みんなの反応はここまでです。ここからヘルクが人間を滅ぼそうという展開になるの。弟殺しの異名だったっけ。これもどうやって出てくるんだろう。昔仲間だった奴らが勇者へ覚醒した理由も明かされるのかな。人間界の王も何者なのか気になるとこよね。めっきりと出番が少なくなったクソバードの存在や、あの島に住んでいた魔女は何者なのか。まだまだ回収できていない伏線がたくさんあるよね。謎が多すぎて全てを回収できるのか気になりますわ。そして次週はアズドラ様の登場。過去にアズドラ様とヘルクが接触していたってことよね。そんな素振りは全くなかったよね。そのあたりの解説が次回に入るんじゃないのかな。伏線は多すぎてこのクールじゃ終わりそうにない気もするけどな。2期があるかもしれないよね。そんなわけで本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。